どうもシャペンです。今回はということで新爆絶の DS11 が購入しているんですけども、新シリーズということでおそらく EX クエストがあるんではないかと予想されていたら来ましたね。熱帯騎士で属性が意外ですね。水属性とでダメオ地雷原則の3種必須で地属性キャラクター、これは誰なんだろう。地雷なかったら絶対朝倉陽連れてたなあそこかな。ラクリーってこれだっけ。果たしてもうちょいチャンスしっかり使って、まあ過去の新 EX でめっちゃ難しかったな。でも魔月姫難しかったかな。熱敵士、あ激変パネル、うわー嘘だろフォトンだとアジテーターもうやってないから忘れたよフォトンやらせるか、ご無沙汰ですね。ただやらか、反射貫通両方とも強いパターンだな。もちろんフォトンないとまるで削れない。ナイトメアでまたフォトンやるんですね今度はこっちの携帯で、あのさすがに、あ友情もがっつり入る、殺傷も強い。フォトン怖えなうわちょっとマガツスに次いでいやらしいギミック出してきましたね大丈夫、ちゃんとまあ削りはもうアジテーターが前例だからすんごい難しく感じるけど大丈夫であろう。いやらしいな、ほとんど横で消費、こうちゃんとルートもしっかりと決めらんてそう。これでもシンプル反射に処理でいいんか。そんな、あでもこれ相互っぽいな。フォトンあれ2にしといて次のロイドの、あでもめっちゃ友情、あ今そっか今フォトン入ったのかな。嫌だなぁこれで帰ってきて、いやーくそ、あ残ったナイス。いやむずくない正直むずくないか。ナイトメア打つな、いやだってサンフルルートがない。あれはもうあの体力だからもういけると仮定していくぐらいか。結構ここの理想的なルート分からんな。ゴリ押しすぎ。え水の新 EBX ちょっと難しい運命にあんの。ここもが、うわしかもこれ絶対ドクロダメだ。待ってこれ魔月ひなみにこれ自己要素もあるしむずくないかこれ。よいしょよいしょよいしょ、あれとこれドクロ邪魔なんだけ、あ違うフォトンで倒したらアウトだ。うわー毒だ、毒じゃない遅延か。またあの怖すぎます怖すぎるんだよな。
も即死だよな。ちょっと待って、これパックだ、やばい、やばいかも。え、これちょっと悪魔ホムラみたいなこと要求してんのか。悪魔ホムラの動きをここでも要求してる。あぶね、撃ってよかった。ちょい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 。今俺フォト乗ってるよな。やばい、めっちゃむずいって感じちゃう。すげえ、めちゃくちゃ緊張感が。いや負けていいんですけど、もう一回やりゃいい話なんですけど、苦しい。あー、ここでも楽しそうだけど、今ちょっと配置が違うな。逆だ。これ縦でさって、あ、ダメか、フォトン使っちゃうか。うわ、違うんだよな配置。カン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 で、いや、これ変なことしない方がよかったか。おっ、いや違う違うよね。え、これやばい。え、これ完璧ショット求められてる。あ、そっか、フォトンは別に外だっていいんだ。フォトン外当てして、トントントン。あ、だめだ、これパネル踏む。やばい、むずい。これむずいぞ。いや、これ貫通、え、どうしよう。ラクリ任せるんかな。それ踏んでないんかい。てか残る。ちょっと むずくない、明らかに。あ、違う。え、何これ、待って、これ一つ性ということか。遅い。パレナイス。いやー、残るんか。ちょっと待って、むずすぎで。いや、要求してることわかるんだよな。いけ、あ、惜しい。酸素摂取はつながるんだけど、え、こんな SS 打っていい。こんなことある。だからもう怖い、怖いもん、このケースは。では行きましょうか、夜さん。恐怖。いや、もう今の面、いや多分完璧であるんだろうな。やばかった。フォトンは、あれさ、一発で決めるやつ、うまいそうだな。これもやることわかる、やることわかるんですけど、意外と酷なことをね求めてるんですよ。いや、これパネル足りないだろうな。オッケー、足りた。ここ2手でしっかり処理。これボス戦で要求されそうだな。3枚で、
これそんなもん。お強い。ナイスナイス。いや、さすがに、雑魚処理ゲーかもしんない。雑魚処理したらもうこっちのもんかあるな。もっとあって敵役なキャラいんのか。ナイトメイ一番強いと思うけどな。あと、ユグがどんなもんか。すごく怖いです。ボスにフォトン。いや、でも本当に雑魚処理ゲーでもあれ、なんかもどっからもう一回要求されそうだな。しかもまたこれ倉庫だ。どっからあれまた要求されそう。ボス透明しそうだな。それ帰ってくるときに、あー3個持ってたのに今やばっ。ただこれラクリー8ターン出てるのか。これ SS ゲーならん。いやこれ絶対どっかルートある。これでいけるようになってんのか。ある。うっそ、これダメなの。これ完璧だと思ったのか今。今マジで完璧だと思った正直。うわ、しかも反射だ。今ダメなのちょっと折れるな。トントン12。いやー、そう、マジっすか。いやー、失敗じゃ。くっそ、やばい。いや、だから、雑魚処理したらいけるんだよ。1、2。いや、だ、使いすぎだな。はあ。オッケー、まあ残ったのは偉い。ただまだ即死きそうだな。もう雑魚車に、雑魚に寄せ使う。ナイス。であと、いや、行かれてる行かれてる、このテクノクエストは。超怖い。ナイス、よう入った。やっぱボス削りそんなだな。まあこれ決まっただけだけど。ナイトメアガン積みかな。出た、でっかいフォトン来た。まあ、ここ雑魚処理ないの、すっごいありがたい。ボス削りゲーだ。シャイン処理運ゲすぎ。ここはぐるぐるしてればいいだろう。最悪ドクロ入っちゃっても、まあ SS 遅延とかだと思うんで。でっかいフォトン当てなきゃ大丈夫か。あ、右当たった。あ、てか遅延ついてなのか。油断できんな。ラクリーがめちゃくちゃいい位置。あ、マジっすか。あ、そこに2開いてない。ただそれでもこんな入るんだな、ないとも。やおい。
これ縦 SS。 いや、今めっちゃずれた。強ーあーでも倒せんか。強すぎる。なんでここにナイトメアはめたんだ。やばいナイトメア。これまた評価上がるな。さあちょっと多分これやばいと思う。あ、これか。まだマシかもしんない。あっ。みたいな。3、4。配置よかった。これ横入りか。オッケーです。あ、お前もいたのか。全然見てなかった、ごめん。お前処理あったんだ。今めちゃくちゃ安心しちゃった。この油断まずいぞ。しぶといな、このクエスト。おっしゃ。いや、マジでこれ決めてもダメ。いや、これナイトメアガン済み？どうでしょう。ナイトメアガン済みが正解なのでは。展開して、あーチン食らった。まあロイド回せないか。めちゃくちゃでかい保険あったのに。貫通からの、うわー食らった。もうこれナイトメア渡すか。つけるよな。いやーな、反射パネル削りたいけどダメだな。右弱引いたらやばい。じゃあそこでいいよ。あ、だって加速壁消えるんかい。あー、マジか、やばい。これちょっと待って、マジでむずい。いや違う、ルード間に合った。ルード間に合ってるんだ。頑張れ。頑張った、めっちゃ頑張った、偉い。
ましょうか、夜さん。嘘嘘ちょっとこれ注意喚起としても早めに投稿しておきますわ。むずい、すごいむずいんで気をつけてください。よかったらコメントの中皆さんの感想とかお待ちしております。あと次にチャンネル教えていただけるとこんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったら教えていただけるともしもしの次に休んでよろしくお願いします。これからもぜひではご視聴ありがとうございました。さよなら、ほとん。